セバスチャン・ブランクスは、フランドルのバロック期の画家、アントワープ派の同伴画校。セバスチャン・ブランクスは、ルーベンス、ヤーコブ・ヨルダーンス、ヘンドリック・ファン・バーレン等の親方である、アダム・ファン・ノールトのもとに、弟子入りした。ブランクスは、戦争画で高い評価を得ており、ルーベンスも、彼の作品を所蔵していた。また、他の画家との共同制作も多く、ヤンブリューゲル、ルーベンス、 フランス・フラッケン、ヘンドリック・ファン・バーレン、フランス・スナイデルス、ヨース・デモン・ペル等との作品が残されている。ブランクスの弟子の一人に、ピーテルス・スネーエルスがいる。多くの彼の作品は聖書に基づくものか、都市の略奪や騎馬兵の戦い等の戦闘場面を描いたものである。また、グーイガも描いている。ブランクスはまた、詩人でもあり、喜劇や悲劇を描いていた。また、 アントワープのセール化組合の組合長になったこともある。ありがとうございます。